てよ、地図の右上と左上の焼きたてベーコンさんを見てる。え、何言ってんの？お前会話の途中で別の会話するなって。お腹が空いてるらしい。焼きたてベーコン、焼きたてベーコンさん、これキノコだったらいいですよ。あ、キノコ、このキノコ食べれたらない。うちも食料なんで、ほんと申し訳ないんですけど。やった、すみません、すみません、すみません、それぐらいしかなくて。これでよかったら。え、なんでいいんですか。ありがとう、ありがとうございます。あ、焼きたてベーコンさん、キャンプファイヤーはありますか。はい、はい、ないです。キャンプ、これどうやって半分にするんだろうか。めっちゃ持ってね、お前。これと、これ回し飲みしようぜ。あれいいの。はい、これであの火を起こして暖かい場所が作れるので、あのお肉取れ次第焼いてください。ありがとうございます。はい、近所なので。あ、近所なんですね。熊肉も美味しいらしいので。え、熊肉焼いてみてください。ありがとう。はい、お願いします。これからも近所。ではでは、ではでは、お世話になります。はい、お疲れ様です。なんで二人そんな平然としてられるの。なんで。なんで。え、本物じゃね。え、何が今。何が。焼きたてベーコンさん。今って何。焼きたてベーコンさん、本物って何。有名な方。え、本田翼さんじゃね、あれ。え、そうなの。違う。え、ってことは、だってご近所さんつってたよ。ベーコンさんだと思って話してた。ご近所さん、ご近所さんで、やっぱここに住もう、やっぱここに住もう、ここに住もう、ここ住もうで、やっぱ、ここに住もう、ここに住もう、やっぱここに住もう。いいよ、建てよ、いいよ、建てよ、一旦建てよ、建てよ。いいよ、建てろ、いいよ、建てろ。オイルリーフなんて別にいくらでもいけんだから。木材、木材。オイルリーフなんてもう、走っていってもいいんだから。木材、木材。今、木材、木材。